コロンビアはアメリカ海軍の防護巡洋艦。コロンビア級防護巡洋艦の一番艦。艦名はサウスカロライナ州コロンビアにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。コロンビアはペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で建造される。当初は3本の煙突で設計されたが、コロンビアは建造途中に4本となり、姉妹艦のミネアポリスは2本に変更された。 1892年7月26日に H モートンにより浸水し、1894年4月23日に艦長 GW サムナー大佐の指揮下収益する。コロンビアは北大西洋戦隊に配属され、1894年7月30日から1895年1月5日までカリブ海でのアメリカ合衆国の権益を保護するために巡航した。 1895年の夏にヨーロッパを訪れ、6月にはキール運河の開通式にアメリカ合衆国代表として参加した。8月に東海岸に帰還し、西大西洋での作戦活動に従事、1897年5月13日にフィラデルフィア海軍交渉で予備役となる。1898年3月15日に最終駅したコロンビアは、 米西戦争では大西洋岸沿い及び西インド諸島で偵察を行う。7月から8月14日まで行われたプエルトリコ占領では上陸部隊の警護を行う。コロンビアは1899年3月31日にフィラデルフィア海軍交渉で再び予備役となる。1902年8月31日に最終駅し、 ニューヨークで訓練艦として1903年11月9日に大西洋訓練船隊に加わる。1907年5月3日に予備役となるが、1915年6月22日に潜水小艦隊に機関として加わる。大西洋の様々な潜水艦基地を巡航、視察した後、1917年4月19日にその任を離れる。 コロンビアはデラウェア防波堤沖を第5偵察戦隊の機関として1917年4月21日から7月まで偵察巡航し、その後船団護衛として巡洋艦隊に交流する。1918年1月1日から11月13日までの間にコロンビアは5度の大西洋巡航を行い、フランスへのアメリカ軍海外派遣軍の兵員、物資輸送を護衛する。 1919年1月7日にその任を離れ、大西洋艦隊駆逐艦部隊第2戦隊の機関となり、東海岸沿い及びカリブ海で作戦活動に従事する。5月29日に機関の任を離れ、1921年6月29日にフィラデルフィア海軍交渉で退役するまで巡航を続けた。コロンビアは1920年7月17日に、 CA-16 に監種変更され、1921年11月17日にオールドコロンビアと改名された。その後1922年1月26日に売却された。ありがとうございます。